さて誰だ。大塚。大塚。降りたことないんだよ。あら初めてなんですよ、いや知ってるけどね池袋まで来るけどね。池袋は知らないな。あんまよく知らない。おじゃあ三モール？微妙に寒くてさ、今日ね。乳首立ってきた。大塚だし。大塚だから。お、ショップ救急。あのね、大塚ちょっと違う。あと普通の救急と違う。違う。お、大塚仕様。大塚仕様。ガチャガチャ。お、ガチャガチャ。雰囲気が濃いね。濃いね。あれあれ。どれ？ハンコ屋あるよ。もうそれ代々木の時もハンコ屋あったよね。あったね。ハンコ屋はねやっぱり日本の宝だね。あー、各地に点在してるよね。ハンコがないと何にもできないからね。お、出た USB。USB、USB ハンコ。USB メモリかなとピュッと取ると、うん、ハンコ。あー五段だ仕様だ。五段だじゃない。五段。大塚仕様だ。反対。反対だ。町のイメージだけど言ってしまった。悪いところの反対だから。おお、そうか。お、靴の東屋ですよ。違う違う。お、違うの？違う。山津は。山津は。山津はの靴。あんなところにポツンとゴミが置いてるけど。放火された。危ないぞ。ねえ、お店の真ん前に。昼食？昼食？昼食？ここ開けて、開けて。言えば危ないですよ。言ってる俺が危ないやつ。ソースの匂いね。え、何どこ？ここのこれとんかつじゃないの？とんかつ、とんかつあれ。何？新聞なんか載ってる。へえ。あのほら値下げしてる。値下げ率はまちまちだね。見てる見てる。グランドスラム。これ何これ？第三級。第三級。元。あ、え、ちょ、穴子フライって何？穴子の天ぷらを聞くけどね。フライにすんのは。ね。あ、すごいキャベツもすごい。山盛りだな。好きよ。筋肉マン。おお、大塚名物筋肉マン。大塚だよやっぱな。心なしかこれ、ね、太いもん。大塚仕様だよね。ね、あの極太ゴシック。どう？サンモールどうだった？サンモール正直つまんない。はいやなんかね食べ物屋的にはお、うん、きゃあれですね。あれだ。これを抑えなくて何を抑えるっていう。あれ間違ってこっち来たりはしないよ。しないしない。線路ないから。おお、あ、早稲田まで行くんだ。早稲田行っちゃうね。結構ゆっくりしてるんだね。これね、ここ行くとね神田川沿い走って早稲田行きます。大塚といえばね、うん、あれですよ、 M のマクマクドナルド発祥の地。絶対嘘だ。マクドナルド発祥の地として第1号店、ね、嘘だって。もし無関心だろ。ホープ券。ホープ券ね、これだってホープ券は、うん、あそこっちある。あそこっちにあるんだ、うん、あ、これ元祖じゃないの。ここはあのね、元祖と、うん、ホープ券分かれたんだ。あ、のれん分けみたいな。のれん分けっていうかね、もう違うお店になってる。お、いちごクラブもありますね。あ、これちょっと
これはちょっと僕まだ調査してない。そう、うん。